6.4 は大海賊時代がやってくるぞ。そんな海賊の強化を楽しみにしている、はい、こんにちは、タッカキッチです。さあ 6.4 強化、まあ職業ごとにね、いろいろあったんですけども、その中で海賊、まあ他の職業に比べるとその強化ちょっと寂しかったけどね、武器ごとの強化というのもなかったんだけど、そんなこと見劣りしない、それぐらいねめちゃくちゃ強い強化だと思います。まあそんな海賊なんですが、まあ今はちょっとね癖があってね使いづらいよって思ってる方いるとは思うんですが、だいぶねだいぶ使いやすくなります。うん、まあそんなね海賊なんですが、まあレベルを上げてない人もいれば、なかなかね職のレベル上げたとしても使いづらくてね使ってないよって方いると思うんですよね。使えますよ 6.4 から。まあなので 6.4 の海賊の強化に向けて、今日は 6.4 の海賊の強化に向けてこれは準備した方がいいぞっていうことをねご紹介していきたいと思います。まあそんな海賊なんですが、海賊って一体どういうことができるの、どういった職業なのっていうことをねまずねご紹介していきたいと思います。はい、まず海賊の立ち位置なんですが、海賊はアタッカー、後衛職のアタッカーっていう感じですね。後衛から物理の攻撃でダメージを与えることができる。魔法使いが後衛職で呪文でのアタッカーなら、海賊は物理での後衛のアタッカー職と呼ばれます。さらに多彩の攻撃方法があって、まあ、これ砲撃のスキルなんですが、固有スキルなんですが、まずは範囲攻撃、結構威力出せるよね。さらに効果範囲はランダムなんですが、6連撃の弾を撃つ3弾ショットガン、これ敵が複数いた場合はばらけてしまうんですが、まあ、敵が1匹だとね集中して砲弾されるので火力はかなり上がると思います。さらにこの3弾ショット、とても会心率が高い、会心率を上げればかなりね会心が出るんではないんでしょうか。なので会心が出るイコール物理防御を無視してのダメージを与えるので、火力はねかなりグンと上がります。そして多彩な属性攻撃、海賊って無属性攻撃が多いと思われがちなんですが、結構属性攻撃があります。その中でまずは雷属性のしびれ弾、さらには状態異常で麻痺もさせることができます。そして次に炎属性の火炎弾ショット、これも範囲攻撃をしながらだいぶねダメージも乗りますよね。さらに風系の呪文、バギー系の呪文とコーラルレイン、メールストロームの呪文を使うことができます。コーラルレイン、未水流での敵の周囲にダメージ与えるって書いてあるけど、これ一応風の呪文ですね。風系、メールストロームも水流と竜巻で自分の周囲に大ダメージのバギー系の呪文っていうことで、これも風属性なんですね実は。で次回のアップデでバギークロス、バギームーチョが強化されるんで、このダメージもちょっと期待したいですよね。ただし海賊って呪文って自分でね魔力覚醒をつけることができないので、例えば魔剣の仮面だとか、はたまたモンスターの絆だとか、はたまたね味方パーティーの扇のね技の風切りの前で、まあ、強くしてもらったりすると呪文のねダメージは上がるんですけど、単体ではちょっとね使いづらいよね。魔力覚醒もできないしね。コーラルレインも遠くから離れてのバギー系の呪文、さらにはこのメールストローム、これねちょっと気をつけてほしいんだけど、自分自身の周りに、ダメージを与える、まあリオ系の呪文と一緒なので、近距離まで行かないとねダメージを与えることができないので、近接攻撃になっちゃうので、ね、ちょっとこれだけ気をつけてほしいですね。さらには敵の行動をフローにできるスタンダンショット、これでショックを与えて敵が行動不能になっている間にねパーティーを立て直したりすることもできるのでかなり使えます。そしてこの恐怖弾ショット、これ結構勘違いしてる人が多いんですけど、恐怖弾ショットを使うことによって敵の行動を遅くすることができます。こういう風にねめっちゃ遅いよね他の軍隊以外に比べて、ほら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 、こういう風に
移動速度を遅くするっていう効果なんですよね。ボミオスみたいに行動間隔が遅くなる、まあ、要はターンが来るのが遅くなるっていう効果ではないんですよね。なのでよくねパニガルムとかね、まあ、使ってる方いるんですけど、あれかなり意味がないんです。まあ、元々、行動しないからね、あとバラシュナとかも行動しない、ああいった敵には全く意味がないんですよね。例えばレグナード戦でパラディーンが、落ちてしまった、そしてタゲに向かって走ってくるっていうのを妨害したい時に恐怖弾ショットを使うと、タゲに行くまでの行動を遅くすることができるので、こういう風に攻撃されないので、ね、追いつかれるまで、なので、まあ、そういう時に使ったりすると非常に便利ですね。ただねこの2つチャージが長いんだよね。しかも恐怖なショットって効果が短いので、まあ、いざという時にしかねちょっと使いづらいですよね。そして海賊のメインのスキルとなる大砲置き、この大砲置きの火力がとてつもなくえげつない。今でも、まあ、CT10 秒でね大砲を3台最大置くことができます。めちゃくちゃダメージ与えるよね。オートで弾を発射してくれるので、行動してなくても勝手にね大砲が向いてればダメージを与えることができます。1247、これを3台置くことが可能です。強すぎる。しかも CT10 秒なのですぐね溜まって3台置くことが可能になります。こういう風にね、その CT も例えば攻撃時チャージマイナス10秒さえあればチャージ時間なしで今でもね大砲置くことが可能です。ほらもういつの間にかダックスビルいなくなっちゃった。ただしこの大砲弱点があります。こうやって歩くモンスターだと大砲のね砲台の射程以外に行くと弾が当たらない。なので砲撃ロックオンでこういう風にいち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 よいしょタゲにね向かってロックオンをしないといけないっていうね。しかも3台あったら、まあ、3ターンかかるわけですからね。まあ、こういう風にね一番最初に変な方向を向けて大砲を置いてしまうと、まあ、一切ね敵にダメージを与えることができないので、砲撃ロックオンで向きを変えてダメージを与えていくっていうことをしないといけません。まあ、こうやってね移動する敵だとねちょっと使いづらいんだよね大砲。さらには時間が過ぎれば90秒だけど90秒過ぎれば勝手に消滅しちゃうっていうね、まあ、リスクもあります。この大砲ねといった、まあ、リスクもあるし、さらには大砲プレイヤーと同様ダメージを受けます。まあだいたいヒットポイント700ぐらいなんですかね、700超えるダメージを受けてしまうと消滅してしまいます。なのでさらにね新しい大砲を置くっていうことがねしないといけないんです。そして先ほどのねこの砲撃ロックオン毎回3ターンしないといけないからちょっとめんどくせえなっていうのを補うのがこのスキルの連続ロックオン。これねこのロックオンこれをすることによって一気にね3体近くの敵にね砲台が勝手に向いてダメージを与えることができます。かなり強い。さらに砲撃ブーストを使うとダメージ上限がアップしてかなりねダメージを与えることができます。ただしこの連続ロックオン、まあ、このスキルのね設置してるスキルにもよるんですけど CT が異常に長い。まあ、2でもね180秒、さらに1で設置すると240秒といったとにかく長い。なのでまあ基本的にこの連続ロックオンを使えないときはこのロックオン普通のロックオンで使って大砲の向きを変えていかないといけない。このスキルの長さでちょっとね海賊大砲当てづらくて使いづらいって言って警戒されてる方、まあ、海賊を断念した方はいるんではないんでしょうか。ちなみに大砲の威力の計算式がこちらになっております。はい、ドン。攻撃力の3分の1と器用さの数値がそのままダメージになります。さらに攻撃力バイキルトが乗った状態でもダメージがプラスされるので今でも相当強いんですよね大砲の威力。
それが 6.4 でさらに強くなる、まあ、この大砲の威力だけではなく新たなるね新しい特技のおかげでかなり使いやすくなる。まあ、どういったね強化かというとこういう風になります。はい、ドン。一部の特技の効果強化と新特技追加、大砲 HP 増加と威力がアップ。今でも強いのに、ね、さらに威力アップ、さらに先ほどね敵の攻撃を受けて、まあ、消滅すると言ったんですけどヒットポイント700なんですが、さらにこの耐久力が上がって大砲を維持しやすくなりますね。ヒットポイントがどれぐらい上がるかちょっと分かんないんだけどね。そして海賊の必殺技ウルトラ大砲の威力がアップして、これ大砲置きもうチャージ時間マイナス何秒っていうのを引かなくていい。まあ今でこそね、まあ、例えばエンドコンテンツで海賊行ってる方って、まあ、最初にね海戦時何パーセントでマイナスチャージ何秒っていうのを引くために、まあ、弓を装備したり、例えばね探検で、エレガントポイズンだっけな最近だと、まあ、探検でチャージマイナス10秒引くために装備したりっていう方がいると思うんですけども、それをしなくて済む、うん、武器を変えなくて済む。わざわざ大砲置き0秒で置き放題。そしてこれ集中砲撃、これがめちゃくちゃ強い。なのでロックオンを使わなくていいよね今後。はい、内容はこんな感じ。集中砲撃、自身の周辺の大砲すべてに指定の敵を1回だけ攻撃させるといったね特技になっております。一発で全大砲がね周りにある大砲が全部敵に集中攻撃します、一斉に。しかもこれ毎ターン使えるんだよね、 CT なしで。まあ、なので、まあ、メインがねもう集中砲撃になるんではないんでしょうか。なので他の特技ってあんまり使わなくなるよね基本。まあ状況に応じて、例えばね雷に弱い、炎に弱いだとか、まあ複数敵がいれば怒りぶん回しでもいいけど、まあでも砲弾で撃ってればね範囲攻撃だからね、あれも基本的に。まあ、なので怒り分回しも使わなくなるんじゃないかなと思うんだけど、三段ショットもね、メタル系と戦うときはね三段ショットかなり使えますけどね。まあ砲撃ブーストで威力を上げて、さらには集中砲撃、そして連続ロックオン、まあ使った時に使うのかなって感じなのかな。スタンダーショットとね恐怖弾ショットはね、まあ、使い勝手がいいのでね、まだまだ今後出番はあると思うんですが、まあ、この集中砲撃の特技を覚えることによって、まあ、さらに大砲ね威力もアップ、ヒットポイントもアップ、 CT なし、海賊めちゃめちゃ強色になりますね。てなわけでそんな海賊、まあ今ね封印してる方中にはいると思います。さあそんなね海賊用意するものってあるのっていうね声があったので、まあ、ご紹介していきたいと思います。高吉チャンネルにねよく出てくれてるのは雪皆さん、あの人が海賊王なのでかなり海賊をね使いこなしてます。まあ、昨日のライブかな、まあ、ジェルザークで海賊行ったんですが、見事雑魚処理を完璧にこなしてました。すごい、それぐらいね大砲使いとなっております。そんな方にねちょっと話を聞きました。どんなものを用意すればいいのかっていうのをね、聞いたのでご紹介していきたいと思います。さあまずね海賊装備は何揃えるのっていうことなんですけども、基本的に斧と、まあ、ブーメランでいいんではないかという話になっております。まあ、なぜ斧かというと、斧はね攻撃力も一番ね武器の海賊が装備できる武器の中で攻撃力がかなり高いっていう点と、器用さを上げることができます。はい、なので先ほども言ったんですが、大砲の威力を上げるためにはこの攻撃力と器用さを上げないといけないので、斧がぴったりなんですよ。まあ、なので普通にね耐性とか属性耐性がいらないところでは、まあ、斧一択なんではないかと。さらに耐性、まあ、ブレス耐性だとか呪文耐性だとか、まあ、耐性が必要なところに行くときに使う武器がこの武器、まあ、盾持って武器を持つ、さらにこのドスローだと行動時 10% で器用さ60が上がるので、この器用さ60上がるってことは60のダメージが大砲に加わるということなので、
ゴッドスローがなんかがかなりおすすめなんではないんでしょうか。かなり強い。さらには弓、まあ、今なんかはね大砲の CT が10秒あるのでイルミンズールの弓を持って回戦時 50% チャージ10秒を引いて大砲の CT をなくしていってる方がいるんではないんでしょうか。まあ、次からねこの弓を開幕持つ必要がなくなるので、まあ、ただ弓はね急性のキラポンができるので、まあ、状態異常てんこ盛りのねボスとかいた場合はこの弓の出番はまだまだあるとは思いますが、まあ、探検なんか特にねちょっとねまあいらなくなっちゃうよね。しびれ弾ショットとかは麻痺の状態異常があるんだけど、まあ探検を装備することによってその麻痺のね、確率を上げると思うんだけど、まあメインがね集中砲撃ですからね、まあ探検は使わなくなるんじゃないかと思うので、まあ武器は基本的に、まあ、ただ単純に大砲の威力を上げる、まあ、斧、そしてレボルスライサーとかのダメージアップがついて、さらに、耐性もつけれるブーメラン、この2つをね用意しといた方がいいんではないんでしょうか。はい、続いて防具なんですけど、ちょっとね僕ね漆黒装備を装備しちゃってるんですが、また新たにねちょっと揃えないといけないと思います。これ海賊といえばもう空賊、これ以外はないだろうっていうぐらいのね空賊がバッチリ合います。まず一番の理由がこの行動時でバイシオンがかかる。まあ、さっきね大砲の威力がバイキルトによってダメージが上がるっていうのを説明したと思うんですけど、海賊いかんせん自分でねバイキをする術を持ってないんです。誰かパーティーの力がないとバイキをかけること、もしくは将軍の指輪を持ってして、バイキをかけることじゃないと自分自身ではできないんですよね。ところがこの空賊のシャツ、行動するだけで攻撃力が上がるバイシオンがかかるわけなんです。なので空賊のシャツなので大砲の威力をアップさせるためにはねこの空賊のシャツがかなりおすすめ。さらにこの空賊のシャツを着ることによってバイシオンがかかるわけなんですが、この将軍指輪が外すことができます。まあ、耐性てんこ盛りでいるよっていう場所には耐性指輪を装備することができるので、なので海賊は空賊の装備がかなりおすすめ。はい、顔惑星はやっぱり怪盗の仮面、まあ、器用さイコールダメージですからね、一番器用さが上がる怪盗の仮面がおすすめ。まあ、場所によっては魔剣の仮面をつけた方がいいっていう場面もあると思うんですが、基本的には怪盗の仮面の方がいいと思います。さらには首はなんですが、まあ、エンドコンテンツだとねダメージを抑えるために竜の動きの必要な場面もあると思うんですけど、まあ、そうでない場合は攻撃力が上がる、まあ、ラストチョーカー、中性のチョーカーでいいんではないんでしょうか。そして指は先ほど言った耐性、場所によって耐性指輪を装備したり、まあ、基本的には将軍指輪で大砲の威力を上げる。胸アクセは、まあ、やっぱりね瀬戸のアンクがおすすめです。さらに次はベルトなんですが、基本的におすすめなのが1番器用さ、2番攻撃力、3番移動速度っていう話を聞けました。まあね、器用さ攻撃力はね大砲の威力を、ね、直結するので、まあ、必要だと思うんですが、なんで移動速度と思うよね。まあ、海賊は正直立ち位置がすごい大事で、あると位置取りをしやすくなる。まあ、要は大砲とかにロックオンするときとか、まあ、近づいたりすると思うんですよね。まあ、何もずっと大砲のそばにずっと入れるわけじゃないので、タゲを引いたら引っ張らないといけないといったことをすると思うので、まあそれでね、大砲の近くに行ってロックオンさせたり集中砲撃させたりっていうことをしないといけないので、移動速度がかなり大事みたいです。あれちょっとベルトであれですか、あれちょっと高木ちゃん火炎弾ショットだとか、しびれ弾ショット、さらには風呪文の、威力を上げた方のベルトを持ってた方がいいんじゃないですかっていう方、まあバギムーチョとかバギクロスとかっていうのは、ダメージがアップするので、どれぐらいダメージアップするかちょっと分かんないんですが、まあ、先ほども言った通り自分でね魔力覚醒ができればいいんですが、覚醒できないので基本的に呪文攻撃メインっていう風にはならないと思うんですよね。まあ、さらには先ほど言った火炎弾、まあ、属性あるんですけども、メインは集中砲撃になると思うので、まあ、属性乗らないので、とにかくその少しでもね大砲の威力を上げるために
器用さ、攻撃力を持った方がいいということなので、こちらのベルトがかなりおすすめみたいです。器用さ、攻撃力、移動速度がついたベルトね。さあ続いてレプリカード、まあ攻撃力とね器用さはねもう言わずもがなですよね。そしてヒットポイントなんですけども、全職業中海賊って結構ヒットポイント低いみたいな、なのでそれを補うためにカードでヒットポイントを盛る、その他でヒットポイントを持ったりといったようにねしないと、職業の中で本当にヒットポイントがかなり低い職業となっておるので、まあ、ヒットポイントをね盛るようにしてください。まあベルトもヒットポイントつけばいいよね。まあ紋章としてはやっぱりね攻撃力と器用さ、この2つでしょうね選択は。さあさらにこれちょっと今無限魔王を装備してるんですが、邪教がおすすめ。はい、まあ、やっぱり何分ヒットポイントも上がるし器用さも上げることができます。邪教ね、無限魔王も器用さ上がるんだけどね、多少8とかね。ただ今後の海賊を見ると、まあメインがね集中砲撃、まあ大砲での攻撃ってなると思うので、まあテンション正直関係ないんですよね。まあ例えば呪文を使ったりするときとか、まあ斧の CT 技を使ったりとか、ハイダメージを与えると思うんですけども、まあ、正直この大砲テンション時とは相性が悪いので、まあ邪教司祭の勲章一択っていう感じでしたね。さらにはやはりね器用さと、まあ、攻撃力を伸ばす、まあ、特にね器用さを伸ばすために禁断の器用さアップをあると、またさらにね大砲を伸ばすことができます。大砲の威力を、なのでこういった禁断の器用さを持ってない方は、まあ、今のうちにね取ってきておいてはいかがでしょうか。はい、ということで 6.4 では大海賊時代になるかもっていう動画でした。バギ系の威力はねどれぐらい上がるかねちょっと変わってしまうんですが、容易に越したことないと思うので、まあなのでねベルト、まあ、持ってないよっていう方はね一応念のためにね1個持っておいてもいかがでしょうか。はい、ということで、まあ、大海賊時代めちゃくちゃ楽しみです。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。